っさあ始まりました「達也、はいえー、と大館系の師匠同士第22巻」2>, 2巻イエスお もうオープニングがなった瞬間にあれ何回やったかなと思って覚えてはるかなと思ってた 22, 22巻ですおめでとうございますいますゾロ目です <laughs> トピック薄いな薄い薄いやな全然引っかからへんわゾロそのたった2桁のゾロ目22巻ですよいやありがとうございますいやもうねはい先週ははい 選手、あのーまあのね、はい、放送を聞いてくださってる方は、はい、まさかの日本撮りという、うん、ことに。ウルトラシーや。で、今週、はい、だから実質僕らの携帯落とした。<laughs> あのね、置いてた、<laughs> 置いてたお茶がちょっとこぼれたわ。お<い> <laughs> 何をしてるんだごめん,ごめんごめんハプニングだよ全然いいよハプニングハプニングいやねトートバッグに何をしてるんだ <laughs> また落としたごめんなさいバタつくバタつくあのー、先週まあ放送されてますけど、はい、実質はね、えー、先々週の鳥なので 会ううのは週間ぶりですよそ僕がね、長い結構長く大阪帰らせてもらったんで、帰ってましたねもう1週間ぐらいはいましたから、楽しかったですか、何をニヤニヤ聞いとんやん、楽しかったですよ、いや、良かったですよ、まあ帰っても、いつも2 0 3日とかやから、あんまりね、長くこういることないんで、ただまあ、結構その分、長く帰るから仕事も詰め込んだんで、駆け抜けた。 なんか森脇健児さんっていな時駆け抜けた1週間でしたよだからもう俺最後の日もう明日帰りますっていう前の日のあの晩ご飯食べなんか前面に立ちた飯食ったんですけどもう記憶ないんですよ疲れすぎててえあの人前日前日あれ行ってたでしょップ。はいップ行ってきましたあガルベスガルベス忘れてそのふりですありがとうございます 2月29日のウルドシのねそれはあなた先々週も言ってたよウルビ本来ウルビなのにのセカンドシングル「f o r b i d d e n とファーストアルバム「アシア a r h y t h m y u のがウィークリーがアルバムが5位5位4位でも6位でもなくね

その正直なとこ現実味ないんですよね。ほうというのだって自分が書いてる歌詞を歌って、目の前で歌ってたら、ああ現実でしょ、でもそれ,それが自分が書いたものっていう感じがまだないああまだないっていうか、うな,んなんか、うん、ああ、そう、うん、まだその人のライブに行ったっていう割合、気持ちの割合が結構強いですよへ<ー>うん、そうなんですか。ね ちょっとそのガルベスが長くなっちゃうんだうなんですけど、あのー、俺な題名なんやったっけな、お前が書いた有吉すつの曲のピアノで始まるバラードの、うん、あじゃあシェアドドゥードデイ、あーそれかな、表題曲やな、それを見たの、P.V. を、うん、うん、YouTube で、はい、P.V. を見たの、はい、で、こうん、まあその 結構、ユーキスの、ねうん、ファンの人がね、うん、この塩とし、聞いてるっていうのをあなた、言ってたじゃないですか、ああ、何か聞いてくれてあるみたいですよみたいなこと言ってたじゃないですか、その人たちが僕の曲のね、うん、あなたが書いてる歌詞を聞いてくれてるかどうか分かんないですけど、うんうん、俺はそれをね、見てて、聞いててね、うん、あれ、うん、<laughs> あの調べたんですよ。 うん、歌詞を歌詞を、ははい、はいい、はい、大館 K、はい、どんなシェアドドリームの歌詞をねそうそう K 大館ではい、はい、いやおいいじってくんなよいそれはいじってくんな調べたんですよ亮、うん、のね、歌詞を違うなと思った<ー>うん、違うんですよ やっぱりあなたが意図してるものと無意識なものが分かんないですよ分かんないですけど自分が歌う時のあなたが書く歌詞の世界観と有機質で出てる世界観が違うなと思ってで「シアドリーム」以外の歌詞も K 大館で検索してなんでそのジャブみたいにいじるいじるんやったら右ストレートでいじってこいよ 他の曲も、それこそ、フォービトゥン、フォービトンラブとか、結構、そうなんですよね、そういうのとか見てて、また違う言い回し、なんかほかにもいろいろやってるじゃないですか、僕ら、コンペやったりとかね、そういうのとか、そういうもの以外のものね、そうそうそう、とかと照らし合わせて、なんか、有機質の世界観でやってるのかな、そう、もし伝わってるのも、大館はっていう、俺の中のね。 やってるやってるよやってるそらねえ思ったよそらねやっぱあのはひいき目じゃなくねああホンですよああよかったですよかったですそうなのひいき目に見てもどっちひいき目じゃないって言ったりひいき目って言ったりどうしたのいやマジマジひいき目飲んだひいき目抜きでホンマ思思ったひいき目とかそんなあのじゃなくてマジでマジでいやなんか僕ホンマこれなんか野垣タレみたいなこと言いますけど やっぱ聴く人と歌う人しかいないじゃないですか、うん、その中には、うん、そこにやっぱ作家が介在する以上、うん、どこまで行ってもその歌い手興味ある <laughs> 大丈夫やっぱその歌い手と聴き手のことは考えながら書くんで、うん、そういうふうな色に、まあ、自然となってたのかもしれないですね、うん、いや思いましたよありがとうございますそうなんですよ、まあ、ちょっとゼップはね 前の用事がバタバタしちゃってて、もう開演直前に入ったんですよ、それもちょっとあかんかったなと思って、なんか忙しいまま始まっちゃったりしたから、もう出てくるみたいなこともそう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 、だからちょっと東京も行くんですけど、東京のはまは早めに行って、関係者の人にもあんまり挨拶できなかっただうん という大阪でしたね、僕はそうですか、それがあってご飯を食べに行って南千葉のカレー鍋食べに行ったんよ、美味しい、なんかお会行って、紹介してもらって、もう麺が入ったぐらいから、記憶ないです、僕、お酒が入ってるぐらい、お酒入ってないです、疲れで、もう本当に記憶ないですよ、次の日から、次の日、起きてみたら。 マジですか、ねうん、もう本当に疲れて燃え尽きるようにもうジョーのように矢吹ジョーのように <laughs> あの麺とその後はね真っ白になった真っ白になった <laughs> チーズあれなんやあのリゾットみたいな感じで最後締めるんですよカレー鍋やからカレー鍋の情報こんな入れていいんかな <laughs> その頃はもう俺も矢吹ジョーのように真っ白になって食べてたよまあ,まあね、うん、疲れ切っていや無事帰ってきて,たて無事帰ってきました、はい、よかったですよ、はい 今週のガルベスは今週のガルベスちょっと長くなりましたけどユキスのことで、はい、ご報告と御礼申し上げまして <laughs> そうですね、はい、この聞いてくれてる人もね、はい、ユキス聞いてくれてはる人もいますからですあなたに あの電話して、別に大したことじゃないねんけどって、うん、大したことじゃないっていう、中身が大したことじゃなくて、なんか急いで言うことではないっていう意味で、言ってたじゃないですか、ああい、はいはい、はい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 はのはいはーはい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 いいは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  ただビリーブっていう曲なんですよね確かああなるほど2曲ぐらいやってるみたいですよああそうですかビリーブは僕書いてないんですねあらこれもなんかのご縁でなんかのご縁ですねまあ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 コメントを頂いてるんでいきますかああお便りねあお便りねちょっと統一させてブレないでお便りねお便りねはいはい言ってもよろしいですか言ってください言ってください 来週に持ち越してくれてありがとうございます、えー、この話ゆっくり聞きたいのに、うん、今夜流れてくるしあかんあかん思ってたら K さんがストップかけてくれてほんま良かったですあ、近鉄ハウスは数年前に亡くなり去年の11月、2? 11月頃に、うん、ニトリモール東大阪に変わりましたなるほどあそうなニトリ入ってるもんねもともと入ってたっけニトリはもともと入ってた入ってた それがもうニトリになった。そうだから俺もそれはびっくりした。ニトリモールっていうなんか新なんかこうどん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 こうなんかね広げていってる。ね、うん。頑張るな。ニトリ。ニトリを褒める。やほんでまあ同じ先輩ですきこさんですよ。はい。あのああなるほどその次のそれその次の周年の日本取りなんやと。うん。 先週真面目に米入れたのに、まあ、テンション高いまま車の話の続きを消えたので OK です、うん、えさっきまで元ンさんいてたよね、まあ、でじゃあさんが忙しいってことはファラーが忙しくなるってことかな早くみんなの前に姿見せてねガオガオという、まあ、今週もいないですよいないです元ンは羽ばたいてる <laughs> ほんまに空へさと広げとる羽を <laughs> でしゅうちゃん

なんかそれをブログに書いた記憶最近ブログがねちょっと僕全然書けてないんですよ忙しいもんねあなたねなんかねちょっと制作周りのなんやかんやでで師匠同しをやられていくようになってからより甘えがブログに対して出てるのか出てないのかもう出てるやんそれやったらそこまで言うたら出とるやあでも毎週金曜日は絶対まあそれはね 絶対にアップになるからそうですよねうん,うんなるほどそうだから2週連続で今回やって、うん、まあ雨降ってました大阪降ってましたよえっ、ー、と2日間ぐらいどえっ、ー、とね週の頭ぐらいだったかな降りましたねほ<う>僕はそのあ革靴が汚れたぜっていうことでしか覚えてないんですけど <laughs> 寒かったいやあったかかったああそうあったかかった だから先週になるのかな、先週の前半は雨降ったりしてちょっと寒かったけど、後半は暖かくなって、もうだからダウンとか持ってったんですけど、汗汗のまたあんたね、下手なんでね、下手、下手なんよ、やっぱ合い物、合い物って言わんか、今、若者は、春秋物の服をやっぱ買わないと、もう、バカが出ちゃう。うねん いやほんまに風もひくし風で思い出したどうした意地でも花粉の話をするどうしたほいや最近も飛んでるらしいねねお前が興味ないことは知ってるけどもきついんだそれは何花粉なんですか杉じゃないかな杉今やっぱりほとんどいわゆる世に言う花粉は杉ですうん 対処法はないんですか結果いやなんかね今前もそんな話せんかったかなその花粉を強制的に入れて口の中かなんかしら皮膚注射で入れるのか知らない免疫をつけるってことみたいな感じそれはどうなんだ分からんもう目がかゆうてかゆうていや赤いもんだってほんま集中はねやっぱそがれんのよ何にもできなくなるうんえ えそうですけどもうホンマに辛いんやろうけど全く分かれへんからその花粉症の辛さを辛いんやろうなあ思ってあのいいともでタモさんが楽屋で10回連続くしゃみしたって言ってたよああそう花粉でそんなに強いんだってことよ花粉ってまあね毎日ね 月金で出てるタモさんそれだけそれこそやっぱ何ですか演者さん前に出る人は大変ややだからねそうやってはるよなライブとかさなどうしてんのやろなでも例えば僕前も言いましたけどあのこの花ですか花詰まりとかはあの レーザーで焼くのがあったりとか目薬とかもありますし花粉症そのものを根治するんではなくれちゃいますその症状を緩和して抑えてなんかそれはやっぱり歌う前とかにやるのかなやんのじゃないだから劇薬になっちゃうからやっぱり症状を強く抑えるとだからライブ前だけやるとかしてるはるんじゃその後のの反動というかそう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 効果ようになるし。 まあ、免疫がね強く強く強てしまってねうんいやなんかあれやねあの京都かどっか行ったあんたなでで今回関西関西帰ってられるああホうんいや行ったんかなと思ってでなんいやもう何いじりいやいやあのほんまに京都の人って全然話変わりますけどあの、2回繰り返すでしょ俺ねでもねあんたあんまりその繰り返すいや 繰り返すよ俺俺それがもう嫌やねん自分であそうしつこってなんねん熱い熱いとかさ強い強いとかさ今言ったみたいなとか京都の人ってそういう俺そうなん。俺そうな聞いたことないわへえ言うんですよへえ誰誰とか言葉のチョイスそれはもう全国京都で言やろ誰誰は言うやろ別に2回繰り返す それこそ草原俊が京都なんでああええそうなんやいやお前もよう言うてるよそれは多分なんかインスパイアされてるんでああで俺亮がその2回あんま言うイメージがないから俺単語で2回は言わないねあのフレーズを2回言う怖いからなんか伝わってないんじゃないかなと思って同じこと結局2回言うてることいっぱいあるよねああいやわかるよそれはそれはあるけどでもその 強い強いとか2回言うこといやからやからいやあのねいいですよすいません全然話が変わって申し訳なかったいやいいですよ全然全然全然だ何の話したか忘れたわ忘れましたいや僕ねまだ全然話変わるんですけど何じゃ喋りますっていうか今週いやそうっすね 逆に東京では制作ですか僕が大阪おった時は制作こもりっきりこもりっきりここ何日間かはほんまひどいですねああ出ないとね外にここ何日間かはほんまひどいっすよまあ出てももう三茶界隈ですもう飯買い行ったりちょっとお茶するぐらいそうそうそうまあアーティストの先輩の家行ったりぐらいですはいはい三茶界隈やな三茶界隈ですなるほど けいの家がすぐ近くっていう情報は知らないあじゃないですかちょうど僕とあなたの家の間ぐらいでねこっちのが三社のほうがまだ近いかな今日もやからけいの前通ってきましたよタクシーで家の前で通ってきました先この指導者の収録の前電話、けいですよああ、そうなんや、あえて言うたろうと思うんい なんか俺がね、うん、昨の一昨日ぐらいに、K と作ってる曲のことで、うん、ちょっと聞きたいことというか、はい、ーっと、なんか確認があって、電話したんです、よ、うん、夜中、うん、まあ1時とか、遅い時間ですけど、うん、で、出なかったんです。うんで 彼、携帯、今、2台持ちで、ドコモと iPhone なんですよ、はい。うん、なんか、彼、携帯に関してバタつくよね。<laughs> なんか、よう言うてるイメージあるわ。で、僕は、もともと彼、ドコモで、俺もドコモで、うん、で、お互い iPhone 持ってて、両方とも、ドコモ同士、うん、iPhone 同士で番号はしてるんですよ。で、まあ、確かに、うん、 前にね、ちらっと、もうちょっとどこも、もう解約するかもしれへんと、あんまり見てないみたいなこと言ってたや覚えてるそれは覚えてるけど、でも、でも見るやん、見る、見る、だって携帯だものでしょ、で、あ一昨日ね、夜中、電話して、出なかったんですよ、で昨日丸一日、もう僕もちょっと、もうそれを忘れててというか、自分の別の曲の撮りがあったんで、それをやってて、で、今日朝起きて、 昼間、何気にね、ツイッター見てたんですよ、作業してる時に。で、ゲンスンがつぶやいてたでしょ、なんてつぶやいてたかな、細かくは忘れたけど、要は、向こうから電話かかってきたのに、かけ直して電話出ないなのにつぶやいてるみたいな、ツイッターで、そこまで細かく書いてないですけどね。 電話出ないのにでのレスポンスが悪いのに、ツイッターはそうそうそうっていうツッコミをゲンスンがしてたんですよ、でそれは昨日の夜か今日の朝かやってて、で今日の昼間見たときに、それに対して K が、それめっちゃわかるってつぶやったんですよ、おいって、そこ、K に電話して、お前やって言って、そんな K の言い分としては、いやいや、タちゃん、俺言ったやんと。 どこも俺はもう見てないんだとはい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 って言ってる電話はどこまで出てるんですよあっちゃいや俺なこれもう俺もう K に関して俺あんねんけどこれ言ったらかわいそうかななになにいや K はねそれ別に悪気ないんですよ悪気ないから許される許されへんとかじゃなくて悪気はないねんなそう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  連絡入れ違いやって僕も結構忙しくさせてもってて、ケの連絡が出れへんかったり、俺がコールバックしてもケが出れへんかったり、彼もなんかちょっと大阪行ったり来たりしてたみたいだから、なんか新幹線ですみたいなことで、あんま連絡つかへんかってで、あたえツイッターはあれなのかな、iPhone なのかな。僕一応 一まあ、これもう細かい話になるけど、うん、僕からのターンで、K に、うんあの、K、ごめんなレスあの、コールバック遅なりました、うん、なんか用事やったっていうメールは、僕、一応、iPhone の方に送らせていただいてまして、<laughs> その時 <laughs> から待ちです、今。<laughs> <laughs> あ、ナウ？ナウです。僕もそっからのレスポンスまだなし。ウ o の街 <laughs> はい。な、でもそのメール自体がもう3日、2日ぐらい前やから。<laughs> どうせ多分、そんな件も最初用事じゃない、ね。ないなしてんすかぐらいのことやけど、ね、一応、 ツイッターでつぶやいて貼るんであればあかんあかんな意地悪や一応 iPhone の僕だってどこももあれするんでって俺どこもあれつけしたからいや何やったらあの うと今から潮干しのたちゃん、今日何してんのっつって今からうと潮干しの収録してその後また今、ケイトやってる曲のコーラスとかちょっとものもの撮ろうかなと思ってるみたいな彼、ジム行ってるじゃないですか僕ん家の近くでじゃあ晩ご飯はみたいなで言ってたんですよ潮干しの収録終わって場面であれしてみたいなく君によろしくっていう。 それじゃない、返信。ここでね、その時に。よろしくっていう返信じゃあいつはね、ほんまいや、でもこれ、こんだけ欠席裁判したあかんから、ほんま近々呼ばなあかんこれはかわいそうや俺おらんところでいじり尽くせいや、呼ぼう、呼ぼないや、まあでも、難しいと思うんですよ。だって、つぶやくことって、それが。 いいいとこじゃなですか相手のリアクションもなく、空に向かって、ファンと言葉を放てるからいいんで、僕、正直、電話出れへんけど、つぶやくのは、そういうシチュエーションはあるかなと思いますけど、ぶっちゃけ。いや、分かりますけどね、分かりますけど、あまりにもタイムリーなことやったんで。特に本当に僕らはね、発言が多少オフィシャルじゃないですか。半分みたいなとこあるんで 事務方の人たちはそうじゃないかもしれないですね関係ないことつぶやくぐらいやったら電話くれよと思うのかもしれないですねいやそれはね分かりますよいやまあ難しいなこういうコミュニケーションツールは本当にそうなんですよね俺あんまだからつぶやかないなんでつぶやかないですか僕つぶやいてるんです合わないんすよねえっ な俺すごいオーバーリアクションやったけど今 <laughs>、うん、えっ、ー、ってこともないでしょあんまりだって僕そういうのなんかないじゃないですかうわそう俺はもう初めほんまに出た時はもう意味がわからなかったのツイッターのうん、うん、であのー 僕一応ね違う名前で本名だったりとか違う名前でいろんな SNS は持ってはいるんですけど今、一番動かしているのはツイッターなんですよオーダ名義もツイッターだけですしでめツイッター始めた時に何やと意味が分からんとでもやっぱそのねトレンドの中で生きていく人間としてやっぱ新しいツールは使ってみないとだめやいうことで無理くりつぶやいてたんですよ、最初の方は。 なあなただってよくちょこちょこね、はい、つぶやいてますもんねつぶやいてますよ僕まあその日によって12回の時もありますけど、うん、多かったらそうですねリップも入れれば2030つぶやく時はあるマジっすか、はい 人には見てるんですよ。はい,はいはい。人のつぶやきは見てるんですけど。いや、人のつぶやきってあんま思もんないですよ。おもんない、おもない、うん、いや、まあ、だから、そこにこう。面白み、楽しみを持って見てるわけではないんですよ。うん、何、なんか何が、そう,そうそうそう、なんか、結局、あれって即時性っていうのかな、うん、その瞬間に起こってるものと。うん、えっと。情報。うん。 誰々がここのライブですとかそういうとこだけやと思うんですけどね僕はまあまあねその瞬間の面白さがないとあかん気がするなだからもうほんまに最近はど年ブログアップしましたっていうつぶやきばっかりになっちゃっててあつぶやいているんですねそれをねブログを更新しましたい以外でもほんま最近はもう時事ネタで申し訳ないですけど先輩がね結婚したんですよ 某グループ4人組グループの方と結婚されたんでまま全然渋分にもなってるから名前言っていいねんけど結婚したからおめでとうございますっていうぐらいそれはリプでですか誰その先輩宛ての宛てにのついてるそうそうそう大阪の時からの先輩なんでいやもうなんかね意味なんてなくていいんですよだからその自分からの端例えばお腹すいたとかでしょそう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  そつぶやく意味がね、まだちょっと僕、にはまだ僕ね、実はね、あのー、あなたにまた怒られると思ったから、うん、あのここ来る前にお腹痛くなったんで <laughs> またいつものパチンコ屋行ったんですよ、でパチンコで用を足して、はいはい、大忙しいなと今日も、うん、その用を足しながら今日の用事をいろいろ考えてたんですよ、何あれせなかなこれせなかなって考えてたら何せしていなあかっか分からないなってことをつぶやきましたよ。<laughs> なんんそれはもう僕、あのちょっと言い切って韓国語と英語でつぶやきましたけどバリ生きるやんそう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 なんでいいんですよだから起きた顔だけでいいんですよそういうことですねはいわかりましたちょっと考えますいや、俺やってほしいなツイッターツイッターねまあちょっとエンディングですけどあのこの前ね「アメトーク」見てたら 小忙しい芸人っていうのをやってて見ました千鳥のノブさんが忙しすぎて「オラ!」ってしかつぶやいてなかったとかって僕最初の方見てるんですよああそうなんやそれを霧の川島さんやったかなああってあまりに忙しすぎて「オラ!」ってつぶやいてたわけでそんなんでいいんですよ結局そういうことなんですよねそういうのだけでもそれは自分への 何なの人への,絵の,なのいやなんかねそれがなんかないねん人へっていう要素がないこともないし、うん、自分へだけっていう要素もないことないねなんかその中間ぐらいのところに言葉を放り投げてる感じがするねうん,うんいやーちょっとちょっとずつちょっとずつってもう言うほど <laughs>、うん、最近の流行りでもないけどそうやねそうやねん浸透しまくってるけど、うん、ちょっと考えていきますよ、うん、いや僕最近ね、うん 変な夢を見てうわお前知ってるねお前知ってるねエンディングが流れていること知っているね変な夢はこんなとこで放り込まないでああそうですか放り込まないでああじゃあ来週来週です来週それは分かりましたじゃあ今週はじゃあこれではい達也と大館 K の初年また来週がお。 「あふれるね」